現代吉田以下 BA 以下少年以下飛んでくるぞ山芋粘っこいビートを聞くためにはこれしかありません。聞いてください、ふるさとの味です。ワンツーね、
あれだ、77年の夏かな。もうデビューした。電気クラゲっていうのね、うん、サインもらったんですよ、ね、僕。今日うち置いてきちゃってね、葉山の海でね、キャンペーンやっててね。はいはい。それで僕その後ね、あのレコード横に置いて日焼けしてたらもうぐちゃぐちゃになっちゃってね。電気クラゲ。その時にもやっぱりなんか途中でいきなり海パンになって海に入ったりしましたね。ね、あの時面白くなくてね、パンツになっても、ね、周り中がみんな海水パンツだからこれでスケちゃん何もしないでも裸のままそのまま海辺に飛び込んだけど、僕たちはすごくおかしかったんだけど、周りの人は何とも反応しなかったあのね、お客さんだから8人ぐらいだったんだなそうだ、慶応大学落語研究部が主催の違う、あの広告研究会の広告研究会の竹本さん、その頃いや、僕が見たのはやっぱり6、7年前なんですね。で、あの頃ね、あの頃を見てね、あの10年早いなと思ったんですよ。で、やっぱり今見てもやっぱり10年早いよ。だからこれはね、不思議なバンドですね。だからこれ10年後見てもね、やっぱり10年早いなと思って。いつまでたっても、まあ要するに早い話があまり儲かりそうにないなと。時代来ないなっていう。今日のステージはね、ほんとね、今まで世紀末っていうのがすごかったんですよ。それ上回りました。やった、やった、ありがとうございます。あの、世紀末面白かったですね、でもね。面白かったけどね。でもあの手のバンドなんで増えてきたんですかね。あの爆風とか、米米とか見てて、やっぱ音ボケキャッツのなんかそういうもんが生きてんじゃないの。あ、元祖ですね、僕。味噌ラーメンの元祖ですよ、これは。僕も思いますけど、だから爆風の中野くんなんかでもよく音ボケやっぱり見てましたからね、でも彼の方がやっぱり現時点では頭がいいってことははっきりしてますね、僕よりは。熱で中押してる。売り方がうまいね。うまいね。音ボケは今年来ると思いますよ。ね、来ます。お前ら、なんか大阪芸人のノリみたいな。だから一つはね、僕がプロデュースするっていうことなんですけどね。それとですね、それと去年はね、どちらかというとほら、あの一生懸命やるのがかっこ悪い1年だったわけですよ。だから例えば歌手専業ってのはかっこ悪かったでしょ、僕は。立場の歌は本気じゃないのよってなんかかっこよかったけど、このダディさんのね、汗だらけになってね、一生懸命で無様でしょ、あのね、一生懸命の無様さで、一生懸命になるとすごいかっこ悪いんだよね、人間って。それをね、一生懸命やっちゃうっていうのはね、ほら、どちらかというとね、軽くやってイエーイなんて言ってわーってやるんじゃなくて、汗だらけになっちゃうっていうね。あそこまで行くとなんか涙出てきちゃいますね。涙出てきちゃう。見てて最初笑っちゃってたんだけどね。実家あのインクスティックとかおしゃれなところでやりたいですね。あ、やりたいね。ぐちゃぐちゃにするっていうね。どうもね、10年間活動しててね、あの辺とどうも僕ら友達にまだなれないんですね。で、あいつら嫌ってるのかなと今まで思ったんですけども、簡単でした。僕らが行ったことがなかったですか。じゃあどうも、今日はね、早速まとめなんですけどね、どうですか、本当に6年ぶりのステージ、はい、嬉しかったです。楽しく拝見いたします。どうも、これから頑張ってください。はい、どうも。どうも。